はい、こんにちは。わがらミュージシャンです。スペシャル、わがら。金曜日はお待ちかね、日本酒のコーナーです。はい、今回ご紹介する日本酒はこちらでございます。笹市です。山梨のお酒なんですけれども、山梨県大月市にある笹市酒造株式会社さんのお酒です。はい。今、笹市さんのホームページ見てるんですけれども、笹市の名前の由来ですが、笹市の笹は酒を意味し、市は酒の日本一を目指すという思いを込めて命名されました。で、こちらのマークなんですけれども、大正8年から現在まで笹市酒造の川として使われているそうです。見てても美味しそうと思います。で、まあ、この笹市酒造さんは大量生産方式の設備を2013年酒造年度を最後に全廃し、麹作りと渋工程を手作りに戻したそうです。すごいですね。今、量産するための設備から高品質清酒を製造する設備に転換するため、最新式の精米機などの機械を導入し、酒質の大幅な改善を実現されたそうです。笹市は地元山梨県民の海への憧れから来る魚介類を愛好する気質を踏まえ、程よい果実とすっきりした後味の本格清酒に仕上げてるそうです。飲むの楽しみですね。そして今日はなぜこの笹市というお酒にしたかというと、あがらも知らないお酒だったんですけど、山梨県のお酒を探しておりました。なぜ山梨県のお酒かと言いますと、ちょっとこのコーナーでは新しい試みをしようと思いまして、ヒット曲と J-POP の日本酒をちょっと組み合わせるとどうなるかなっていうのをやってみようと思いまして、しばらくやろうかなと思ってます。で、この動画がアップされるのは3月9日のはずなんで、我がらがちゃんとアップすれば 3月9日はレミオロメンのヒット曲ですね。我がらもこの曲ね、好きなんですけれども。で、レミオロメンは、3人メンバー3人山梨県出身だそうですね。というわけでこの山梨県のお酒にしました。というのと、ご存知の方もいると思うんですけれども、レミオロメンは2012年2月1日より活動休止されてます。現在はメンバー3人がそれぞれ音楽活動をしております。ウィキペディアより。今日はこの笹市を飲みながら、レミオロメンの3月9日を吹いてみます。どんな感じの3月9日になるか楽しみですね。わがらペロンペロンになってね、吹くかもしれないんでね。ぜひ最後まで聞いてください。酒が入ってない時よりもメロンメロンの方がいい演奏かもしれないんでね。 というわけで、いただきたいと思います。それでは朝一いただきます。おお、ちゃんとね、ロゴが見えるように。それでは笹市、を飲みながらレミオロメンの3月9日を演奏します。
で最初にお断りしておくんですけれども、だからこの曲をまともに聴き込んだのは今日が初めてです。このために、はい、今日、ね、1日ってほどではないんですけど聴きまくってました。今までね、巷で流れているのは聞いたことあったんですけれども、はい、一曲通してね、がっつり聴きまくったのは本当に初めてなんでね、あのちょっと間違いとかね、あると思うんですけれども、その辺はちょっとご容赦ください。じゃあまずお酒を飲む前はどんな感じか、まあ、ちょっと一口二口飲んでますけど、我柄の中ではそれはまだ飲んでない等しいです。はい、フルーティーな感じの味わいがします。聞きながら飲みたいです。
ガダラの演奏よりもネモの本のレミオロメンの3月9日を聴きながら飲みたい。合ってますよ、3月9日にこの、はい、ササイチというお酒は。曲を聴いてね、合わせて吹くで覚えるんで、まあ、譜面あればもうちょっとまともに吹けたかもしれませんけども、まあいいや。これね、今日どこでか、今日買った。ほんとね、あ、まあそんな、結構探すのに時間かかります。でも歩き回らなかったけど、これね、有楽町のビッグカメラで買いました。